はい、皆さんこんにちは、リフトです。今回ですね、1話以来にこちらの作品ドラゴンボール大魔の感想動画撮っていきたいと思いますということで、今回ですね、昨日新年放送となりました、第4話の正直すぎる感想、一切忖度のない感想を、いつもしではありで話していきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ドラゴンボール大魔に関してはですね、1話の際、感想動画を上げさせていただきまして、1話に関してはですね、Z の、部分の、ダイジェストみたいなのもありましてですね、非常にこのさらにクオリティアップした、映像も流れまして、ファン的にはもう最高だっていう声が、非常に多かった中で、僕もドラゴンボール大ファンという声でもう全部ね、見てる人なんですが、かなり辛口感想を言ってました。テンポ感。正直話がね、30分、初回10分拡大した中でですね、導入の部分っていうところをやってってですね。で、その第一戦ともちろん嬉しかったんですけど、それだったら0話とか、別にそれだったらリメイクとかでもいいんじゃないかっていう話を、僕はして、新規向けとかね、そういう意味もあったのかなとは、思うんですけれども、そことあと今回敵が弱そうだということも言ってたんですね。そんな中で、第今、4話まで見させていただいて、ぶっちゃけどうなのかと、今どうなってるのかというところで、まずネタバレなしの感想、結論から入っていきたいと思います。で、現状ですね、やっぱ2話のあたりから、やっぱマジでテンポ悪いっすわ、みたいな、僕の動画のコメント欄でもコメントも増えてきていてですね。で、賛否っていうのはやっぱ分かれてきてる。やっぱこの、ドラゴンボールダイヤを見ていただくとですね、すごい GT 感がすると思うんですよ。もう GT リスペクトがすげえなって、それはオープニングにも出てますし、この今回特に4話とかはね、もうめちゃくちゃ出てたなっていうのもありますし、やっぱ無印要素ですよね。冒険要素っていうのはすごい強めようとしてるなっていうのもね、感じながら、見させていただいてる中で、まずネタバレなしの感想、結論からというところで、今回4話まで見させていただきまして、ネタバレなしの感想を結論しました。正直ですね、だんだん良くなってきてるとは思いますが、いろいろ思うことがかなりあるかなと、あるというところでございます。はい、ということで、テンポ感っていうところはね、僕はね、やっぱその相変わらず良くはないと思ってますけど、だんだん慣れてきてる。正直ね、この感じ、冒険要素もそうだし、ぶっちゃけ言うとね、もう冒険のメンバーが悪いっす。悟空はいいじゃん、もちろんね。で、グロリオンもいいじゃん。海王神、いらんくないですか。この言った海王神ファンに申し訳ないですけど、ピッコロとかさ、別に増やすんだ、別にベジータとか入れたけど、面白さ段違いだと思うよ。だから、このメンバーで面白くするのはそもそも現状無理なんじゃないかって僕は思っててですね。で、やっぱエンディングとかも見ていくとですね、合流するんだな、時期にっていうのが見えてくるので、そういう意味ではもうここから、やっぱだんだんもう面白くなってきてると思うので、どんどん面白さ増してくると思いますし、今回ですね、新たに虫っていうものが出てきましてですね、これが、多分ファンのこの希望というか、よりなんかこう、いろんなイメージを膨らませているというところで、そこに詳しいところはね、ネタバレありで話しますけれども、どんどん良くなっていくんじゃないかなと、評判的にも良くなっていくかなというのは思ってますし、バトルシーンとかやっぱクオリティはですね、ほんとものすごく、高い、ものがあります。ただね、その見ていく中で、あれ悟空ってこんなキャラだったっけとか思うこともあったり、やっぱストーリー的に、ね、やっぱ冒険メインっていう感じはね、すごいしてて、それがやっぱこう賛否分かれてる、要因にもなってるのかなっていうのは思っているというところですね。テンポ感の他にやっぱ GT の劣化版みたいな声結構あってですね。GT、ドラゴンボール GT ってね、皆さんご存知だと思うんですけれども、僕ね、実はこれ一番好きなんですよ。どうなんですかね、皆さん何が一番好きですか。もちろん僕無印もめっちゃ好きだし、Z もめっちゃ好きなんですけど、GT のやっぱさ、もうスーパーサイジン4のゴチータ最後の赤髪のやつも、あれがもう僕好きすぎて、ゲームずっとあれ使ってたんですよ。めっちゃ強いしね、あれ。もう。だし、やっぱなんだかの強いね。スーパーサイジン4とかなんか尋常じゃなくてかっこよくない?で、その GT の最初の方っていうのはですね、最初の方っていうのが悟空が小さくなっちゃってっていうところで、パンちゃんと、トランクスで3人で冒険するっていうところだったんですよね。で、もう4話見ててもやっぱすごい GT に似通った感じもね、するところなんですけれども、ていうかやっぱその小さくなるっていう点、でですね、GT の方がやっぱ面白かったから、メンバーがおもろいですよ。どう考えてもトランクスにパンちゃんですから、っていうところなので、パンちゃんね、ゴテンの娘ですよね。っていうところなんで、そりゃ、そっちの方が、普通に考えたらおもろくなるよねっていう感じが僕はしてるんですよね。そもそも今の段階で言うとね。っていう中で、あとは主題歌、
ですよね。これがなんか微妙なんじゃないかっていう声もあって、で僕も微妙論を唱えてた人なんですけれども、まあ、よく見てみるとね、まあ、GT のすごいやっぱね、まあ、リスペクトがそのやっぱ主題歌っていうかオープニング映像にも込められててですね、まあ、シンクロなんかその X でなんかその GT のだんだん心惹かれてるね、もうその超名曲じゃん、もうほんと、もう全世代に引き継いでいくべきも名曲じゃないですか、だんだん心惹かれていく。で、まあ、ただその前でスーパーとかも限界突破サバイバーね、氷川きよしさんがですね、紅白で歌われてましたけれども、やっぱまあ最近もすごい名曲だし、ドラゴンボールってね、いっぱいおっぱいもそうだけど、やっぱこう、まあ、すごい耳に残る曲も多いですし、やっぱすごいテンションも上がる曲っていうのが多い。うん、だんだんこれ弾かれて結構泣いちゃう系だけどね、なんかもうさ、もうね、染みますよね。はい。っていう中で、ね、今回の曲ですよね、まあ、その映像面の、まあ、そのリスペクトっていうのも改めて、見ながら、その X 本当にマジでめっちゃシンクロしてんなっていうね、感じは絶対意識して作ってんじゃないかなっていうところと、このジャカジャーンでね、じゃーん、ジャカジャーン、さあ、勇気、ファンファーレーってね、正直ね、やっぱ静かなんですよ、曲調が。まあ、それがね、やっぱこの、なんかこのワクワク感っていうところを、ちょっとやっぱその、うわ、いい曲ってなりづらいのかなって僕は思ってるところで、ただ単体の曲、ドラゴンボールの曲として見ると僕はね、やっぱ、もっと強めの曲調の方が良かったんじゃねえのっていう、アップテンポというかね、まあ、感じが僕は正直してますけれども、単体で見たらかなりね、いい曲ですし、スルメ曲ですね。これ、僕すごい、まあ、頭の中で、まあ、このドラゴンボールの曲がどうかって考えてるの影響もあるかもしれないですけど、すごい頭の中で流れてるんですけど、はい。まあ、どんどん好きになってきてるかなっていうところですね。まあ、曲調の優しさっていうのがね、まあ、そのやっぱ先にあったっていうところであるとね、まあ、もちろんその毎回同じ曲調っていうのもあると思うんですけど、まあ、まあ、僕はちょっとやっぱね、そこは、ちょっと火の方かなっていう感じではあるという感じですね。はい。まあ、皆さんね、まあ、感想等もね、ロシロシコメントお待ちしてますけれども、まあ、ダイマに関してはね、まあ、初見でもまあいけるかな、まあ、いけますよね。現状だって、まあ、悟空しかね、まあ、海王神もそんなの初期、めっちゃ初期からいたキャラじゃないですし、はい。っていうところで、まあ、やっぱその GT 大好きな僕としてはね、そのなんか GT リスペクト感はいい、嬉しいんですけど、まあ、ただそんな GT めっちゃ似通った感じするのは GT でええやんってなりますし、メンバーがやっぱ圧倒的に弱いっていうところはあるんですけど、ただその今後ですよね、展開として、例えばそのベジータとかピッコロとか合流してくるとか、まあ、その話がいろいろ出てたんですね。その虫の話もそうなんですけど、いろいろ出てきたので、そういう意味では今後ね、これ楽しみだなと、面白そうだなって感じになってきているところでございます。あと、スーパーサイジン今回何なのかなと思ったら、もう思いっきりオープニングになってたんで、なるんだな、みたいな感じなんですけど、はい。ですけど、まあ、どんどんね、後半盛り上がっていくと思いますし、個人的にもすごい面白いなっていくんじゃないかなってか、なっていってほしいですよね。はい。あと、主題歌ですね、鳥山明先生のね、鳥山明大帝でですね、夢はとりどり、悩まない、諦めないって、もう、まあ、鳥と山と明がもうローマ字になってて、もうどうやってもそうなんですけど、どうやっても意識してるんですが、はい。いいですね。はい。これ、すごいな、嬉しいなというのはね、思いながら、ちょっと歌詞がいつ決まってるのかその辺わかんないですけどもね、まあ、鳥山先生の遺作というところなので、はい、まあ正直そんなね厳しいことは言いたくないんですけどね、まあ、言いたくないですけど、やっぱね、まあ、思ってることは言ってる、まあ、チャンネルでもありますし、まあ、やっぱそこはね、まあ、言いたいし、皆さんどう思ってるんだろうってもありますけれどもね、はい。で、なんか新しいストーリー作るのが実は得意じゃないか、ないんじゃないかとか、ジャンプでやってたから良かったんじゃないかとか、そういう話もあるんですよね。編集者さんがいたから良かったんじゃないかとかね。そういう話もあって、結構ジャンプのね、作品ってもともと編集者さんがめっちゃ優秀で、まあ、そのまま勝ち取りしてたからこそね。もちろん、その作詞さんあってなんですけど、作詞さんあってなんですけど、まあ、選手さんの力も加わってっていうのはよく言われてる。ドラゴンボールも結構言われてたりはするし、元のフリーザーで終わるつもりだったね。もうデッドももうやりたくなかったからね。よく、逸話としてね、聞きますけれどもね、はい。で、まあ、ぶっちゃけね、サンドランド、まあ、あれも鳥山先生どんどん引っかかる、まあ、今回多分マジめっちゃかかってると思うんですけど、サンドランドのね、映画めっちゃおもろかったんですけど、あの後のやつは正直おもんなかったんですよ。っていうのもあって、僕今回大も不安だったんですよね。はい。ただちょっと面白くなりそうな兆しはすごい僕は見えてるなっていうのは思ってるので、はい。そこはやっぱ楽しみに期待していきたいなと思いますけれども。まあ、どうしてもやっぱその、バトルメインっていう、まあ感じなくて、バトルがすごい少ないんですね。やっぱ特にやっぱ初期のやっぱイメージが強い、そこに関しては。まあそこはやっぱね、やっぱ一番みんなバトル見たいっていう思いが強いと思うんで、やっぱ強いやつ同士のバトル、特にやっぱスーパーとか異常なぐらい強かったですから、もうジレンと意味わからなく強かったじゃん。
で、やっぱなんだかんだの身勝手な極意とかさ、スーパーサイジンブルーとかさ、あの、ロゼだっけ、レッド、いろいろあれもあったじゃないですか。ね。あの、やっぱ、ああいうのを見たい人ってなんだか多いのかなって僕は思ってるので、で僕はそうなんですよ。強え、やっぱね、やつ見たいんです。まあまあでも正直インフで行くまでしてっても正直切れないんで、ね、一旦仕切り直すっていうか、まあ気持ちはすごいわかりますし、あとやっぱ声優今回ね、まあ交代っていうところもありましたけれども、まあ、そこに関しても、ですよね。まあ、やっぱ正直そこもなんか大人の都合はね、まあ大人の都合というか、まあ声優さんももちろんね、年齢的な限界どう考えてもありますから、野沢さんほんとすごいよな。なんでね、まあその辺はしょうがないかなと思いながらね、まあそういうのもあるかなとか、まああとはその見てる中で、まあそこにネタバレになっちゃうかな。はい。まあ構成的にね、もうちょいこうしたら思ったとまた違うんじゃないかなって思うところはあるかなっていうのはね、してますし、まあまだまだやっぱツッコミどころあるんで、ちょっとネタバレでね、後半は。話していきたいんですけど、まあ、大枠としてはね、やっぱその、こっから面白くなりそうだなっていう兆しがすごい見えた僕は4話だと思ったんですよね。なんで、楽しみです。はい。楽しみに見ていきたいと思ってますし、個人的にはだんだん面白くなってきてるっていうのは本当に思ってることなんで、はい。まあ、期待していきたいなというところです。はい。まあ、なんといってもその、もう、その、冒険メンバーが圧倒的に悪いっていう、まあ、そこはもう間違いなくあると思います。はい。あとはね、まあ今更ね、そんな、まあ強い敵戦わなきゃねとかね、バトルが少ないのかとかね、ありますけどね、まあまあまあ、そこからね、全20話っていうことで、残り16話っていうことで、どんどん面白くなってくると思うんで、まあそこは期待したいなと、まあじっくり楽しんでいきたいなと思います。はい、ということで、ネタバレなしの感想を以上しまして、ここでネタバレありの感想だけ、ネタバレありですね、ご注意くださいというところで、ネタバレの感想としてはですね、まあ正直、メンバーなんですけど、まあまあまあ、ここはまあ時期に合流するっていうことで、もう待つしかないですね、正直ここに関してはね。まあ、海洋神がやっぱマジで全然いらないと思っちゃいますよね、なんか。何も面白さ出してないですよ。まあ、グロリオはまあわかるじゃん、今回から出てきたキャラなんで、それ、まあ、投入するのはわかるし、まあ魔界のこと知ってるとかね。だからグロリオはいいんですけど、で、悟空はまあそりゃそうなんだけど。だってまあせめてベジータとかピッコロマジでね、投入するなら変わるだけで違うっていうのと、あとはもうちょいそっちが映してもいいんじゃないのっていう感じしますよね。待ってる彼らみたいな。ちょっと映すだけでまた違うのかなっていう感じはしてるんですよね。あとやっぱね、もうすごいこの今回4話とか気になる、まあ4話って前回もそうなんですけど、すごい気になったのが、あの悟空がさ、あの空気重いって言い過ぎじゃねえ。4話はネタバレね、あんま言ったらネタバレ、4話はネタバレね、ご注意くださいね。あの悟空がね、いやお前精神と時の部屋でもどんだけ修行しとったんやみたいな、あれだって重力10倍とかでしょ。なんか僕すごいね、なんか違和感がすごくて、いやなんでそんななんか謎の言い訳って言ったらあれだけど、なんか重くてなんかいい運転になるなんて終わりじゃない悟空だったら。なんでそんなにさ気になってんのかもう全然わかんなくて。まあ、なんかその視聴者にね、やっぱその重いから大変なんだよっていう、なんか強さ落ちてんだよって印象付けたいんかもしれないですけど、別にもっともっとめっちゃやばい重力でやってるわけですし、もっと重いんかもしれない。もっとまた違うんかもしれないですけど、でも悟空だったらそんなこと気にせずにね、俺ワクワクするぞぐらいの勢いだと思うし、あと今回そこでまあ悟空のキャラ付けみたいなこと気になったのが、なんか我慢できずにね、まあ、そのエナジードレみたいにされてたじゃん、住人とかもすげえ、なんかさらにさ、みかじめ量みたいなの増やされて、っていう中で、もう我慢できねえみたいになるじゃないですか。え、あんなキャラだったっけとか思っちゃったんですよね。なんか悟空って結構強敵がいて、まあ、戦いて、みたいな、ワクワクするぞみたいな感じで、よくね、ほら、ワクワクするぞってイメージ悟空にもじゃないんですけど、僕の中には。なんかね、だからその強敵がいてて思わず戦いに行っちゃうみたいな、戦っちゃダメだぞみたいな、イメージなんですよ。だからなんか完全懲悪というかさ、なんかその、助けに行くのは結構ご飯とかのイメージなんですよ。初期のご飯とかやっぱすごいあるじゃないですか。ものすごいやっぱ正義感強いキャラだったんで、なんか僕そこね結構違和感持ちましたね。いやもちろん地球のピンチとかね、仲間のピンチで助けに行くのはその悟空なんですけど、なんか今回のとこはね、なんかあれそんな感じだったっけって、なんか、やっぱそれでまあただ、まあ正直、まあ雑魚キャラっていうかね、そんなに、まあ、弱い敵じゃないですか。もう圧倒的して倒すっていうのは、ドラゴンボールの面白さじゃねえよなっていう感じは、正直来ましたし、やっぱそれ、まあ今更ね、まあそれはあれぐらいの敵を倒したところで、まあそれは悟空はすげえとならないんですよね、それはね。っていう感じしたんですけど、まあバトルシーンすごかったんで、ね、そこはまあ良かったなとか、やっぱニョイボーを使って戦うっていうのはもっとなんかすげえ久しぶりなんで、いつからなくなったんだ、ニョイボーって。もう Z がなくなったのか、だから。はい。なんでね、まあそこはいいなと思って、見てたっていう感じでしたね。はい。やっぱ、そのまずその悟空のキャラ付きが結構気になるんですよね。なんか、ブレてるっていうか、なんか、トラマスで関わってるって言われるには、なんか、悟空ってこんなキャラみたいな感じが僕はすごいしてる。まあ、どこまでそういうセリフとかに関わってるかわかんないですけど、かなり関わってるって話ですね、今回ね。そこはね、なんか違和感がすごかったですね。はい。
で、まあ、主題歌もネタバレなしで言ったんで、として。で、テンポ感もそうですね。ネタバレなしで言った通りで。まあ、やっぱそのバトルが少ないの影響、まあ、あくまで冒険メインっていうところがね、まあ、影響してるかなっていうところで、今回だったらね、なんかパンチ強めなご飯をね、トカゲみたいなのガンガンガン、悟空バクバク食べて水も飲んでね、さすがでしたけど。まあ、そこは悟空らしいんですけどね。なんかポタラとかセンズみたいな虫がいてくるっていうところで、いや、これでやっぱフュージョンっていうかね、新たな形態の期待がね、多分皆さんすごい高まったかなというのを思いますし、うん、僕もね、そこワクワクしますね。フュージョン好きだよね。あ、やっぱ合体なんかたまんないですよね。はい。ということなんで、虫をね、使ってフュージョンするときくんじゃないかなって感じなんで、いや、これなんもなく出さないんじゃない、さすがにね。ちょっとそこ期待してますし、新たなキャラクターっていう、これ、新たなフュージョン。でも悟空とベジータがやっぱ一番熱いですけどね。まあ、そこは楽しみだし、で、やっぱベジータもやっぱだいぶ丸くなってんじゃないですか。なんで、そういう意味ではまた新たなキャラとやっても面白いのかなとは思ってますけど、でもじゃあ誰でやるんだって感じするの、やっぱベジータかって感じがしてるとこではありますね。あとなんかスカイシードとかいうね、なんか、使い捨てだねみたいなね、ぶっ飛ばされるみたいな感じのもね、ありますし、なんかまあ、武空術がなんかうまく使えないですよね、今ね。だからまあ、それでああいう手段っていうかね、感じなんですけど、はい。というところで。まあ、あそこはなんか、ごく嬉しそうにしてて、まあ、よかったなっていう感じ。で、大魔界にドラゴンボールの話。まあ、この玉神との戦いっていう、このビジュアル的にそんな強く見えないんですけど、まあ、それでなんか、形態変化とかあってね。で、なんか、その辺で、まあ、バトルが熱くなっていくんであれば、まあ、ジレンとかも確かに見た目がとか思ってますけど、結局めちゃめちゃ面白かったんで、まあ、そういう意味ではね、玉神がめっちゃ強いと3体いるというところなんで、そのドラゴンボールを、まあ、集めるっていう魔界ね、ドラゴンボールで、って中でですね、まあ、そのバトルっていうのはすごい見物になる可能性あるなっていうところで、ここはやっぱ期待値がね、結構高まった。ところでした。なので虫、今回に関しては虫の要素と、大魔界のドラゴンボールの集めって、これ3体、まあ3個なの、何個集めるけどな、大魔界は。で、まあね、みんな戻すとか、ね、デンデンをもしやれたら生き返らせるとか、ね、いうところの話が出てきたという、これ、今回そこの道筋が見えてたっていうのはすごい面白かったし、ここからの展開が楽しみになったっていうところでしたね。っていう感じですかね。で、まあラストね、まあ、新キャラのヒロイン枠、パンジちゃん。出てきましたね。ここからひとまず期待かなっていうのを思ってますし、まあ、面白くなると思ってますんで、じっくり楽しんでいきたいなという感じでございます。はい。まあ、時期にそのね、まあ、ベジータとかピッコロとか、まあ、ブルマとか合流するっぽいんで、まあ、そしたらね、まあ、まずファンジちゃんが出てきてどうかっていうのもありますけれども、そしたらもうバッチリ面白くなってくると思いますし、スーパーサイエンジンとかね、って強敵戦っていくってなっていけばね、どんどん面白さ出てくると思います。まあ、こんなの一方的に倒すっていうのはね、あんま思んないですよ。ドラゴンボールだったら。まあ、それは強いんだから当たり前に倒すでしょっていうところだし、なんかちょっと違う作品めいた感じしましたね。そこの完全懲悪の、なんかその、あ、まあまあ俺すげえって今結構ね、まあまあ、最近っていうか、ここ最近っていうか、ちょっと最近前ですけどね、もう2、3年も大ヒットの俺強え系っていうのが、結構やっぱなんかすごい色濃く見えたっすね、今回はね。だから、なんかそういう時代のテイストに合わせてね、なんかヒットするようにやってるかもしれないですけど、それはドラゴンボールじゃないんで、結局ね。まあでも結局、強敵との戦いってここから来るのは間違いないと思うんで。まあ、それただ楽勝で終わる、カメハメハやった時終わりますけど、そんなわけないと思うんでね。はい。っていう意味では、まあここからね、期待したいなと。いうところですし、やっぱその、当初の懸念としてあった、その、敵が弱そうっていうのはね、まああって、ただその、玉神様の実力、まあ、ゴマとか全然強くなさそうですけど、まあ、玉神様とかやっぱ強いっていう話はめっちゃ強いかもしんないんで、そこはやっぱ期待していきたいし、まあさらにね、なんか合体とかしんないですけど、なんか新しい敵みたいに出てきてね、めっちゃ強い敵出てくると、面白いんじゃねえよっていうのはね、思ってます。まあ間違いなくどっかで苦戦すると思うんで、そのフュージョンなり、なんか回復してたり強くなりでね、まあいろいろ展開あると思います、ね。まあそこに期待して。見ていきたいなっていう感じ。で、私もあくまでやっぱこう、冒険メインというかね、無印要素とか、まあ、GT の、まあ、GT のね、今回、ま、すごい、感じもね、するところもあったし、なんか、ボールをね、倒して集めるってのは、ジャークルシリーズなんじゃないのみたいな声も確かになとか、思ってるところでしたけどもね、はい。まあ、非常にね、まあ、そういう面ではね、まあ、GT ファンとしては嬉しいですし、まあ、ただ現状やっぱ GT のまでぶっちゃけ全然面白いので、まあそういう意味ではね、こっからの展開に。まあ GT も結局最初ね、少年の冒険家の最後スーパーシーンフォーになってるわけですから。はい。ということで、まあ、まあ、コア面とか、またどうやって完結迎えるのか、そこにもね、まあすごい期待していきたいなというところでございます。はい。ということで、ドラゴンボール大魔、4話まで見た正直すぎる感想もかなり辛口でしたけどもね、以上となります。まあ、皆さんの、感想等もね、まあ考察等もいろいろコメントお待ちしてますし、大魔ね、また感想を上げるとき、来るかなと思いますんで、またこう、面白ければ面白いですし、もうダメだって時はダメだって言いますけど、まあ、きっとここからどんどん右肩上がりなんじゃないかなっていうのは僕の思いとしてはありますんで、期待して見ていきたいなと
思ってます。まあ、オープニング映像とかね、そのリスペクト部分とかもぜひね、これを機にまた皆さん見てない人はご覧、注目してね、ご覧いただけたらと思います。はい。ということでね、以上となります。まあね、動画ともいろいろね、また、コンテンツの感想とかランチングとかドラゴンボールダイマン動画以外も上げていきます。ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もしてください。嬉しいです。皆さんコメントもお待ちしてます。以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。